いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2018年モデルメルセデス AMGGLC43 フォーマチックレザーエクスクルーシブパッケージをご紹介させていただきますまず外装面の状態からですが右リアのドアのエッジの部分に小さな傷と リアバンパーにに数箇所キがございまますす走走行行距離に関しましては約キロと低走行なお車です外装色はダイヤモンドホワイトインテリアはブラックレザーの組み合わせとなっておりますメルセデスベンツの GLC クラスをベースにメルセデス AMG 専用チューニングが施されたハイパフォーマンスモデル GLC43 フォーマチックでございます 専用のエアロパーツや20インチのアルミホイル4本出しのマフラーなどが装備され迫力のあるデザインに仕上がっております。またこちらのお車には人気パッケージオプションのレザーエクスクルーシブパッケージが装備されておりますのでインテリアの快適性が格段に向上しております。ヘッドライトには LED ヘッドライトが装備されており 夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては3リッター V6 のツインターボエンジンが搭載され最高出力は367馬力を発揮します。アルミホイルは純正のマルチスポーク20インチアルミホイルが装着されております。続きましてリアご紹介させていただきます。 リアのテールライトも LED が採用されており、デザイン性・視認性ともに優れております。また、マフラーに関しましては4本出しのマフラーが装備されております。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。トランク全体、十分な容量確保しており、このようにスーツケースを収納することが可能です。 また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応ができます続きましてインテリアご紹介させていただきますシートはブラックのレザーシートが採用されております運転席助手席ともに目立った使用感はなく綺麗な状態を保っておりますではエンジンを始動していきます ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されておりパドルシフトが備わっておりますので自由自在に変速を楽しみいただけます。またアダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正のハードディスクナビゲーションが装備されており車内では地デジの視聴も可能です。 また、バックギアに入れていただきますと、バックカメラと360度のカメラが装備されております。シフトに関しましては、急速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードはダイナミックセレクトが搭載されておりますので、センターのスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です。また、サスペンションに関しましても、3段階での変更が可能となっております。 フロント両席、シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。続きまして後部座席、ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても、目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。スペースも広々と加工されておりますし、後部座席にもシートヒーターが備わっております。またスピーカーは、 ブルメスター製のスピーカーが装備されておりますので後部座席の方も快適にドライブをお楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におたばこの匂いとはおわいたしません。では今回は2018年モデルメルセデス AMG GLC43 フォーマチックエザーエクスクルーシブパッケージをご紹介させていただきました。 走行距離約 6000km と低走行ですし内外装ともに良好なコンディションを保っております高い走行性能と実用性が魅力の GLC43 フォーマチックでございますこちらのお車には367馬力を発揮するエンジンが搭載されておりますので SUV モデルではございますが軽快な走りをお楽しみいただけますまた広々と加工された トランクスペースや室内空間に加え純正のハードディスクナビゲーションやクルーズコントロールシートヒーターパノラミックスライディングルーフなどが装備されておりますのでシーンを選ばず快適にドライブを楽しみいただけまますすおおお探しししの方はとともお早めにご検討いいいいたただければと思よろく願ます。